はい、どうもモーニング TV のキレとリクとナルです。はい、今回はですね、新しい最新ボールの、ご紹介を皆さんにしていきたいと思います。プロアマから発売されましたプライム、こちらです。じゃーん、色がすごい綺麗、なんていうの、混ざり方がね、綺麗な混ざり方、はい、すごい転がる、回転数が多く見える、あの混ざり方に感じてます。うん、めっちゃ満面なく曲がってるもん。そうですね、はい、綺麗に混ざってます。はい、で僕らの投球した一応感想なんですけど、僕の感想は手前の走りがスムーズで奥の動きがしっかり強いボールやなと感じました。そうですね、私もだからこう実際に投げてみて、中間から中間にちょっと上のラインナップ的には位置づけになるのかなと考えてます。僕はドライゾーンでの反応がすごいはっきりしているので、オイルの濃淡がはっきり分かるので、すごいオイルを読みやすいなと思います。はい、でまあ、僕ら3人それぞれボーリングスタイルが微妙に違うので、まあ、僕らの投球を軽く参考にしてもらえたら嬉しいです。そうですね、はい、女性の方は特に、まあ、私だったりこうストローカーの方もね、ぜひご参考にお願いします。はいはい、それではこのボールでストライク PK 対決していきたいと思います。わかりました。はい、それでは PK 対決の、説明なんですけど、はい、5球投げます。5球投げて、例えばストライク5回5回5回やったらサドンデスです。はい、もし例えばストライク2回3回で、まあ、あと2人がとか1人が5回ってなった場合でも一応全員5回投げます。はい、だから5回みんなそれぞれ投げて、一番ストライクの多かった人の勝ちっていうことで、はい、まあ、PK なんですけど、その5回ずつ投げるっていうのだけ皆さん見てご了承ください。まあ、これはね、罰ゲームとかはないんですけど、家族の些細なバトルやと思って皆さん温かい目で応援してください。はいはい、そしてこのねボールの、ぜひ投球ラインとかもね、はい、ご参考にしていただければと思います。はい、それでは投球動画をどうぞ。それでは PK 対決スタート。本日実況を担当させていただくのは私、田中宏之です。よろしくお願いします。これ、Bリーグみたい。はい、まずはボーリング TV 絶対的リーダー和田秀勝プロが投球いたします。よし、おっと、セブンピンタップ。惜しい結果です。幸先にスタートは切れなかった。さあ、続いて投球いたしますのは山田。2番でいきます。はい、高々と手を挙げて先制をしています。出産を得て復活しました、リアクション女王。男子プロ2人を相手にね、どんな戦いをするのか大変。続きまして、2番でいきます。さあ、幸先のいいスタートは切れるのか。だいたい11枚目ぐらいでしょうか。素晴らしいストライク。幸先のいいスタートです。はい、さすが、さすがのリアクション女王。よっしゃ、行きましょう。はい、第3投球者は山田成太郎。来季のシード権に手がかかっています。近っ、なんかめっちゃ怖いさ。その流れをこちらのストライク PK にも持ってこれるのか。投げた。その流れの良くなるストライク。よし、手を上げ踊っています。素晴らしい。ディフジョーみたいになってるじゃないですか。はい、1投目はストライクを持ってこれなかった和田秀香ところ、2投目は持ってこれるのでしょうか。素晴らしい。ガッツポーズ出ました。どうぞ。いいです。クリスティアーノ・ロナウド完全にポルトガル代表になりきっています。いきます。1フレーム目はストライクを決めた山田ゆきプロ、流れをそのままつなげることができるのか。ストライク。でかいわ。と言っていいでしょう。じゃあこう来たら和田プロだけ今1回か2号。
さ。さあ投げた。いいね。オッケー。踊っています。楽しそう。よし。はい、私がプロ、少し遅れを取っています。ここが絶対にストライクが欲しいところであります。ラインはいいぞ。よし。おっと、これは痛恨のセブンテン。右側の二人が大変喜んでおります。思わずうなだれる和田ヒリカスプロ。これは少し流れは悪いか。ここを今2回でしょ。ここはとりあえず絶対持ってこなかったね。3個いる。いきます。ストライク取ったら大ジャンプ見てください。ストライクを取ったら大ジャンプ。自分で宣言してる。気になる。これあかん。これあかん。横でこれはあかん。いや笑ってもさあ投げた。大ジャンプをかけたこの一投。ストライク。大ジャンプ決まりました。大ジャンプ。今出たい。マイクうるさい。本当はこうやってやりたかったんですけど忘れてた。よっしゃ。これ何回目。今3回やる。3回目か。よし、はい、ここでちょっと和田プロ突き放したい。さあ今3回やりましょう。山田駅プロが3分の3と素晴らしい。なるところは続くことになるか。おっと最後までピンを見ていません。完璧。今のは確信ストライクといったところでしょうか。そう。もうちょっとワープの後がないですよ。おっとゾーンに入っているのか。和田ヒリカツプロ覇気をまとっております。一番余裕ある感じが。さあ4回目の挑戦。今までストライクは1回のみ。ここは絶対に持っていきたいところであります。これを持ってこないと自力優勝はなくなる。素晴らしいストライク。持ってくる。シャキーンって入りそう今の効果音。4回目またヒリカツプロストライク2回、ね、今のとこ3分の3なんで、ナルトと私が今3分の3ですね。いきます。さあここで山田ヒリカツがストライクを持ってくると和田ヒリカツプロの1位はなくなります。さあユキちゃん真剣な話し。このうわほんまやめてくれ。そういやいや、マイクが少し壊れるほどの大音声。言わなあかんわ。笑かしすぎるよなる。よっしゃ。これでもゆきちゃんは最下位はなくなった。最下位はなくなった。よっしゃ。それはほぼ動きたらもう和田プロの脱落が決まります。じゃあ行きます。さあ師匠の脱落を決めてしまうのか。あ、ちょっとミスった。ああそうだ。まさかの集め。これはやばい。痛恨のミスとなってしまいました。さあここで余裕ができた。さあ4回目を終えて現在の1位は山田ゆきプロ。第2位山田ナルトプロ。第3位和田秀勝プロとなっております。吹き方の癖。初めて見たあの吹き方。さあ三回目のストライクをかけた最後の一投。腕疲れたんや。今吹き方で腕疲れたんや。運に見放されたのでしょうか。ポケットはついているのですがピンが絡ます。これでとりあえず私はあの1位か何とか。残念ながら敗退となっちゃうから。よし
もう何としてもこれパーフェクトで終わりたい。5分の5のパーフェクトで終わります。そしたらね、このボールの良さも皆さん伝わるんじゃないかと思うんで、よっしゃ、嫉妬も許してくれるボール。さあラスト1投、ここでストライクを持ってくると完全優勝となります。これはいいんじゃない。持ってくれました。すごい、すごすぎる。もうこれで投げる前が決まっちゃったじゃないですか。よっしゃ、まあ、最後はしっかりこのボールの良さを伝えたいと思います。完璧な投球で最後を締めるのはバナナとプロ。4回目のストライクを持ったボールが素晴らしい。いいね、リアクションが。イエーイ。はい、PK 対決、皆さん見てもらえたでしょうか。はい、もう本当に私、やばくらいです。やばい、やばい、マジで、強すぎやん。いや、もう、本当に助けられた。いや、ほんまに、マジで、なんかもう、心臓も許して収まってくれるこのボール。何このボール、ほんまに。まだ続き投げたいぐらいの勢いでした。頼んでる、したかった。いや、ほんまそうやった。よっしゃ、行きました。はい、はい、ということで、2回4回、5回、はい、でもワダプロも結構も惜しい、なんかね、あのついてなくてピン残ったみたいな感じだったんですよ。それこそですよ、このね、アニマ撮影する前、チャレンジマッチにて、はい、パーフェクト出したんですからね。300点すぐ、300点すぐあのドリルしたその日に出たんで、そうなんです。その動画もね、最後にぜひね、皆さんに見ていただきたいなと思っておりますので、あの本当にそれが真の、まあ、ワダプロのすごさだったんですけど、ゆきちゃんになるとありがとう。はい、ということで最後はね、しっかりワダプロのいいところを見ていただきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ最後まで見てください。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。さあ、先生に食べ